いや、クソな島だなって。ダメでクソだなって。おい、ウェンディホットドッグのような。追い出したってしょうがないんだよね。追い出す時空旅行することができるんですよ。あー、それ不正ですよね。時空旅行不正ってすげえな。はい、言葉あんま好きじゃないんですけどね。いや、つまんねえ島だなって。おい、コータロスの島 見たいよ。じゃあそんな言うなったら。あ、着いた着いた。あ、うわ、ヤカさん、いらっしゃいませ。え、なにこれ、シャワー出る。まあ、時間、あ、そうですね、ちょっと消毒してもらって。あ、これで綺麗ですね。あ、大丈夫です。あ、すいません、手も洗ってもらってもいいですか。え、手を。あ、出ました出ました、水出てます。え、出てる。はい、OK です。あ、はい、ありがとうございます。マスクもされてるんで大丈夫ですね。スライムチャンネル。え、なにこれ。これジュースですね、ウェルカムドリンクです。うわ、え、ちょ、あー、化石こんなに置いて。化石も全部コンプリートしたんで、もう置いてるんですよ。そうなの？売ったらいいんじゃない？そうですよね。でもいいんですけどね。合成魔獣にするか。ね。やってみます？うん。うわ、なにこれ。なんか、カラフルだね、この島、すごいね。ああ、いや、そうですかね。めっちゃカラフル。あ、かわいい。あ、よかったらこれ、お土産が。え？これどうぞ。どうぞどうぞ。似合うかなと思いまして。やっぱね。今ちょっと、いっぱいなんだよね。ちょっと、ポケットの中いっぱいなんだよ。これ何？オッケーオッケー、わかった。あ、いっぱいなんですかね。あ、あ、やば、似合いですね。スライムチャンネル。これ僕ん家ですね。はい。あー、何これ。大きくなりましたね、だいぶ。これが最終形態ですね。あ、そうなの。お邪魔します。いや、気になるな。うわ、何これ。あ、なんかちょっと横行った。あ、横の部屋行きました。部屋行きました。うんうんうん。うわ、こわこわ。ああ、やばいやばい。これはそうですね、ちょっと見させてもらってますね。え、やっぱ島の安全を全部管理してるんで。こわ。何これ、浮いてるし。これは隕石ですね。風子の家具ですね。流星群の時にゲットできます。流星群？流星群が、あれ、流星群とかまだ来てないですか？うん、なんか過ぎたかも。ちょっとなんか全部消すのやめてもらっていいですか？これも仕事なので。ここにいたらちょっとおかしくなりそうだ。気がおかしくなりそうだ。危ない危ない危ないよ。そんなモニターで監視してさ、ダメよ。しかもなんか移動しづらいよ、この家。なんかこの机、これ邪魔だよ。もうぎゅうぎゅうがいいんですよ。ごちゃごちゃ感が。ここ、お花屋さんをちょっと営んでまして。お花屋さんなの？そうなんですよ。お花屋さんです。ね、まだね、ちょっと奥の部屋を、じゃあ、失礼します、ね。まあ、ギフト用みたいな。ああ、そうですね、奥の部屋。これは、え？あ、なんぼ、なんぼ？なんですか、ちょっと。女の子の部屋みたいだね、これね。ここはちょっともうドギツクール、もうラブリーでちょっと行こうかなと思って。これ二人でシャワー浴びれるんですよ。ラブじゃん。え？なんですか、ラブって。で、自分もよくわかんないけど。シライムチャンネル。どうしたの？トタケケがかわいそうです。トタケケどうしたの？もう、これもストリートミュージシャン。誰一人立ち止まりませんからね。あと裸だし。
出てくれません。畑が喋ってくれてるんですか。あ、歌ってる歌ってる、うん、ここがアクアリウムですね。パプアニューギニア、それでいいですいや、あの僕の島なんですけど、お気に入りでこうなんか固めるみたいなこととかってあるじゃないですか。なんかね、勝手にね結構なんか集まってきてくれたんですよね。ラムネっていう住民がいるんですけど、うん、あのゲーム界隈の中では人気住民みたいな感じでされてて、あの可愛いって言われてるんですけど、どれどれで、みんなこうスカウト、あ、違う、スカウトしたがるみたいな感じなんですけど、あのそう、自然に島にあの本当に来てくれたりとか。あ、その子はジャックですね。ジャックもいわゆる人気住民って言われてるんですけど、僕はこれ、あ、私はあのはっきり言いたいんですけど、うん、あの人気住民だから好きなんじゃなく、好きな住民がたまたま人気だった。いや、これもう絶対前者じゃん、っていうことなんですね。絶対前者だし、まあ、これも不正で手に入れた、これ不正で手に入れたんでしょ、こいつも。不正とかないですから、愛情を持って呼んでますからね、島に。ラムネどれ。ラムネ、あ、ラムネこっちです、ラムネこっちです、下です。あ、これ、いやーねー、ちょっと一緒じゃん。あ、一緒一緒どこが、なんかメガネ、ジャックがメガネ外したやつって感じだよね。え、次会った時発表しますよ。これが人気なんだ。うん、現に人気な、人気なんだうん、ちょいちょい気になるとこありますけどね。シーライムチャンネル、はいはいはい、ちょっとじゃあこっち来ますか。あ、どっちどっちどっち。今どこにいます。今ラムネの部屋出たとこ。あ、じゃあ下に来てもらってもいいですか。はい、はい、こういうのプレゼントも、うん、あえてこのまま置いとく、開けずに。あ、もうそういうのにおしゃれみたいな、もう飾りみたいな。絶対違うでしょ。うん、あ、アメンボいますよ。アメンボいる、すげえ。ちなみにアメンボは飾るとバケツになるんですよ。なんで水槽じゃなくて。水槽でも虫かごでもなく。聞いてます。え聞いてます。え、全然聞いてないですよね。そう、バケツになるんです。ちょっとこっち来てもらっていいですか。下に特殊なものがあって、あのアメンボとかはこういうバケツになるんですよ。ちょっと、な、何？何してるんですか？虫だと思ってます？目の前にいるの虫だと思ってます？いや、なんかちょっとカトンボかな。まあ、前世はそうかもな。なんかめっちゃ建物ない？ここは、サブキャラを作って旅館をもう一つ作りました。サブキャラ？あの、住民も8人までは増やせるんですよ、家。うん。例えば、サウナ作りたいなとか。うん。あったら、もう一個家建ててしまえば OK ですね。サブキャラを作る。あ、自分の家をもう一個建てるってこと？そうですね。あ、そんなことあの、自分のっていうか、うん、あの、もう一つのアカウントを持つ。不正？このスイッチ自体にある。不正？いいえ、正です。これは正。正？正です。正ってなんだよ。土星です。え？超土星です、これは。土星？土星？うん。超土星です。なるほど、そういう抜け道があるんだね。うん、抜け道？正ですって。動物の森は今回は、あの、騙し絵大会みたいな感じなんですよね。え、どういうこと？あれかな？例えば、あの、ここにある、うん、この、イサコのソフトクリーム屋さんっていうのを作ったんですよ。その、牛乳のタンクがないなと思ったんですよ。家具として。これは、あの、こっち側から開けて、燻製マシンなんですよ。あ、そうなんだ。こういう、逆にしてみたりとか、して、これに見えるかもっ
ていうのを探すんです。そういうことね。孝太郎、あれで北半球でしょ。北半球ですね。はいはい、はい。あ、すいません。孝太郎っす。めんどくさ。孝太郎っすね。孝太郎っす。何なんだ、そのポーズ。いろいろこうマイデザインとかを公開してる人がいっぱいいるんですね。服とかでしょ。あ、そう、地面とかもそうですけど、ウェブの方でどなたかのお借りしてやるっていうのも本当。これとかもお借りしてます。え、どれどれ。このレンガ。あ、床。ってるやつ。へえ。とかもそうだし、この雑草風の、うん、これもマイデザインです。え、あ、これ、え、これ。雑草っていうのも成長しちゃうんで。そうだよね。あの、この一番成長してないやつが可愛いなぁと思って、それだけはちょっとキープできるようにしてます。人を盗んでやってるとこ。ん、うん、人のやつを盗んでやってるっていうこと。まあ、見る人が見たら否定しろよ、そこは否定しろよ。そうなりますね、はい。シーライムチャンネル、ありがとうございます。はい、今ね、孝太郎すごい西山孝太郎くんにね、伺いました。でもちょっとなんか、あの、刺激を受けた。俺もちょっとこのマウリンガ島に来てすごい刺激受けたわ。雨やんだじゃん。でもなんか、あ、本当ですね、うん、あ、晴れ男なんですね。でもちょっと自分らしさっていうか、もうちょっとやりたいものを形にしていこうかなっていうのはちょっと思ったので、うんうん、で、あの、なんか家具とか欲しいんだったらいつでも言ってください。送るんで。え、これ送ることもできるんだ。そのフレンドになれば、あの、手紙で送ることもできるんで。そうなんだ。あ、一方的に送る。これ欲しいとかあったら、あ、できますできます。えー、すげえ。だから、なんか欲しい家具とか、うん、これ DIY で作ってほしいとかあったら言ってください。あの、白井さんの島の発展を、白井さんの思うがままの、こう、島になるまで、孝太郎っすは全力で応援します。うわー、素晴らしい。やった。サポーターだ。アンフィールドサポーター。言ってください。クリエイターの、日付を変えましょう。ベンチ50個をいただけますじゃあ、とりあえず。あの、甘ったれすぎだろ。え？甘ったれすぎだろ。あ、ごめんなさい。それは。自分で頑張るよ。うん。それはちょっと、うん。また、これ、島ってさ、はい。あの、あれなの、何人で押し寄せたりもできるの？何人？あ、島の中に最大8人まで入れるので、7人で、そんなに入れるの？7人来てもらうことはできますね。へぇ、すげぇ。ワンチャン、そのね、その、懐かしの、ボーエブメンバーなんかでね。ボーエブ的な。できたら、なんて思ってたけどね。いや、いい、あ、ちょっとなんかそう考えると、その、なんかホワイティの服が、バトラバーエピノールにちょっと見えてる。あ、本当だ。見えてますね。やべ、俺エピナールだ、これ。バトラバーエピナールじゃないですか。本当だよ。これさ、俺に置いていくかな。今日はありがとう。うわ、え、ちょっとこれでちょっと気づいてもらえましたかね。何を。あの、日付を変えてもいいんじゃないかっていうこと。あった。俺も不正する。早っ。